音吹け町は北海道十勝総合振興局にある町。北海道内の町村の中で最も人口が多い町名の由来はアイヌ語の音吹けが点化したもの。音吹け川とり別川、四幌川の支流がたくさん流れているところからついたと言われている。農業を基幹産業としており、小麦や小豆の作付け面積、収穫量が日本一となっているほか、 人参の作付け面積、出荷量が北海道一となっている。家畜改良センター、十勝牧場は4092ヘクタールの広さがあり、日本国内に12カ所ある家畜改良センターの中で最大規模になっている。十勝平野のほぼ中央部に位置し、南は十勝川を隔てて、帯広市と幕別町に、北は、四幌町、西は、鹿市町と目室町、東は、 池田町に接している。町内東部の南北に、お猿しない給料がある他はほぼ平坦な地形であり、音府県川を中央にし、ほろ川、差別川が北から南に流れており、いずれも十勝川に注いでいる。夏季に最高気温が、摂氏30度以上の真夏日がある一方、冬季には最低気温が、マイナス摂氏20度を下回るので、 寒暖の差が大きく四季の変化に富んだ大陸性気候になっている。2014年6月3日には、乙吹町駒場で最高気温摂氏37.8度を観測した。これは、帯広市の1924年7月12日の最高気温と並び、北海道内の観測史上最高気温である。また、同日の最低気温は摂氏7.4度であり、比較差は、 摂氏三30.4度にもなった。例年の初雪は11月下旬頃であり、4月中旬頃までに積雪が終わる。北海道内では降雪量が比較的少ない地域であるが、太平洋の湿った空気による低気圧の影響により大雪となることがある。風況は3月から5月にかけて強風が吹く。これは日高山脈などの山地の残雪や冷気が、 日中の日差しの影響により、十勝平野で滞流不安定となることで、西風が強くなる。そのため、十勝地域には高地防風林が多くあり、地域の代表的な農村風景となっている。ただ、年間を通じた風速は、北海道内の沿岸部の都市ほど強くはない。夫付け町は、昭和40年代後半から、モータリゼーションの進展に伴い、帯広市のベッドタウンとして、 市街地や団地の拡大などにより人口増加が進んでいった。2005年から2010年までの5年間の人口増減を見ると、北海道内で比較的高い増加率で人口が増えている。音吹町統計所参照役場歴代、市長議会堂の機関独立行政法人警察消防病院、コミュニティ放送帯広大や短期大学短期、大学高等学校中学校小学校、 認定子も園保育園小規模保育事業所、幼稚園ロールベールが畑に点在する、風景流月スイートピアガーデンオトフ家町の、基幹産業は農業。恵まれた水利による肥沃な土壌や日照時間が長い、ことなどにより農業経営を行う上での地形的、気候的条件に恵まれている。主要作物は小麦、ビート、ジャガイモ、豆類、素材などで、酪農も盛んである。 十勝川沿いには世界的にも珍しいモール温泉として知られている十勝川温泉があり2004年にモール温泉として北海道遺産に選定2008年には地域団体商標制度を受けて出願していた十勝川温泉の商標登録が地域団体商標になった五十温順工業団地スーパーマーケット男府家帯広 IC 配線となった 路線路線バスコミュニティバス都市間バス北海道市域区適用地域小型車の初乗り上限運賃は550円中型車の初乗り上限運賃は570円町内を通る幹線道路はシーニックバイウェイのトカプチ雄大空間になっている高速道路一般国道都道府県道道の駅映画ドラマ50音順音吹け町民検証私たちは 日高大行連邦を遥かに望み雄大な十勝川の流れに作られた十勝平野の中央部に位置する美しい自然と環境に恵まれた誇りあるふけ町民です。私たちは先人の偉業を受け継ぎ、今日の喜びと明日の幸せを約束できる豊かで平和な町づくりのためにこの検証を定めます。昭和49年10月3日、 制定音吹け超行政産業観光、ありがとうございます。